はい、どうも、吉野ぶたこです。はい、OBS 240レンダーから540レンダーまで設定を晒します。やっていきましょう。CBR、CQP、VBR 無損失ってあるんだけど、これは絶対 CQP にしてください。なんでかっていうと、CBR、CQP、VBR 無損失の中で一番どのレート制御が軽いかっていうと CQP なんですよ。はい。なんで、CQP にしてください。で、この CQ レベル。この CQ レベルは、低ければ低いほど画質が良くなるので、まあ、その人のパソコンのスペックに合った設定を自分で探してください。だいたい、今回、そうだな。いくら出とる ?360。420で取るか。今回420で取ります。今回420で取るとして、だね。まあ、そうだな。CQP だいたい15でいいです。15あれば十分です。で、次にプロファイルが、プリセットがマックスクオリティ、プロファイルがハイ設定なんですけど、450まで高くなるとちょっとここきつくなるんで、録画してみて動画がカクついてたりするようなのであれば、ここちょっと下げ直します。次、音声。サンプリングレート 44.1kHz。 これ絶対44にしてください。これ、48kHz あるんですけど、44だろうと48だろうとあんま違いわかんないです。で、なんで44に下げるかっていうと、44にすれば、その録画の処理が軽くなるんで、44.1kHz にしてください。だいたい5%ぐらい変わるんじゃなかったかな、ここ設定いじると。僕の環境だったら。次に映像ですね。基本出力フル HD で、縮小フィルターをランチョスの36で420の1で、ここちょっと重要なんだけど、プロセスの優先度、これ変えないでください。上げなくていいし、下げなくてもいい。もうここいじんなくていい。レンダラー11、NV12、これもいじんなくてよくて、で、ここ色空間。色空間っていうのは、601と709があるんですけど、709にすると、まあ、要はその数字が高ければ高いほど、これ色が濃くなるんですかね、確か。わかんないんですけど、601の方が色が薄いんで、僕601にしてます。色彩補正っていうのは後でもいろいろいじれるんで、まあ、僕は後々いじるのめんどくさいんで、もともと薄く録画します。はい。色範囲は、まあ、一部だろうと全部だろうとそんなに変わんないんで、どっちでもいいです。はい。以上、おしまいです。はい、始まりました。GPU 処理が大体今65%かな ?80、92。92。この場合だと、GPU 処理に多少の余裕があるので、多分これ動画カクつかないです。で、これなんで91%も、95%。ここまで来るとちょっとカクという気出すので、ちょっと修正加えたいと思います。何するかっていうと、フレームレートがバカみたいに出てるんで、フレームレートを制限します。DXTORY っていう、FPS 制限のフリーソフトがあるんですよ。今回それを使います。下げます。ここまあいろいろあるんですけど、これなんか、基板みたいなやつを押すと、ビデオ FPS 制限っていうのがここにあるんで、これをいじります。今回420で今回録画しているので、そうですね。余裕も出して、650とかにします。はい。そうすると、MC が、650以上のフレームレートが出なくなるんですよね。あ、ちょっと待ってよ。タスクマネージャーが表示できてるんや。これで見てあげると、はい、そうですね。先ほどまで90%前後で張り付いていたのが65%まで抑えることができました。やったー。はい。それができたら次に何をするかっていうと、もう一度設定を見直していきます。CQ レベルを約15かな ?15 から10に下げました。下げたんですけど、まだ730、730、違うんだ、700もねえわ。74%。一番高くて74%か。だいぶまだ余裕があるので、まだ CQ レベルを下げていきます。やっぱ大事、ここで大事なのが、OBS 側で420で取れてても、マインクラフト内で420出てないと意味がないので、まあ、そこの駆け引きをちょっと今探っています。はい。あ、全部見なくていいんだけど。ちょっとフレームレート見ながら戦うんで、ちょっとあれなんですけど。ああ、MC ガチ久しぶり。ああ。そして次に、コアクロック、メモリクロックっていうのがあるんですけど、これは、自分で設定を調べてください。僕はもうある程度オーバークロックをたくさんやっているので、ある程度、
このカードの限界を知ってるので、この適当にパパーって設定できるんですけど、まああまりやんない方がいいです。パソコン壊ります。まあ、CQP が10で、そうだな。まあ上げるとしたら、480っすね。480でいきます。はい、480レンダーが取り終えました。なんで確認していきます。まず見てもらったらわかるんですけど、フレーム、ここはまあフル HD で、で、ビットレート、総ビットレートが374,467、で、フレームレートが480。っていうことで、とりあえず録画はできてるっぽいです。じゃあ再生します。こんな感じで、ロビーとかは結構重たくなってしまうので、ロビーは脳幹として戦うとこだけ見ていきます。僕、戦いながらフレームレートずっと見てたんで、まあ480は切ることなかったです。あとは動画がカクつきさえなければ、これは成功ですね。これ多分炎のアニメーションあるじゃないですか。これ多分炎のアニメーションオンにしても全然大丈夫だと思います。よし、じゃあ再生できてるんで、これはまあ成功ということですね。じゃあこれ以上何を設定を煮詰めていくかっていうと、僕だったらもうあとはこの CQ レベルを上げるしかないんですよね。下げるしかないんですよね。はい。なのでさっき10だったのを8にしてトライしてみようと思います。じゃあ確認していきます。これ480の CQ レベルが8です。あ、全然問題なくいけてますね。完璧です。OK。はい。録画ができました。警告が出て、閉じてしまいました。あれですね。容量が足りなくなった、つって消えました。1、10、100、1000、万、10万。43万1325kbps の480レンダーが撮れました。これが多分今2060の最高値なんじゃないかな。そうですね。多分これ以上上げちゃったでちょっとあれだと思うんですけど、まあ、これだけあればガチで十分です。なんで、これを OBS にぶっ込んでい、OBS じゃない、ベガーにぶっ込んでいきます。やっぱりね、動画が重たいんで、結構きついと思うんですけど、約20数秒なんですけど、ここからちょっとベガースの設定をちょっと喋っていくんですけど、まずは、いじっていきます。歯車を押して、ここのフル解像度レンダリング画質、これを最高にしてください。で、モーションブラーの種類っていうのがいろいろあるんですけど、何でもいいです。もうなんか、ベガースの設定一つや二つで何かが変わるっていうのは基本的にないです。なんで、まあ、ここを最高にして、OK を適用すと、ベガースって元々240までなんで、プリセットの設定が確か。なんで、240に戻ってしまうので、プロジェクトメディアに戻って、動画右クリックをして、プロジェクトビデオセッティング参照っていうのを押すと、480のここが最高になるんで、ちゃんとこの設定を一回手順踏んでください。そして次、レンダーですね。レンダーは、まあ、その人の好みにもよるんですけど、僕が圧倒的におすすめしてるのは、Windows Media Video V11。これを圧倒的に押してます。このエンコーダーを変えることによって、モーションブラーの量とか、その変わってくるんですよ。なんで、基本的には、僕は、上がグラフィックカードを使ったエンコードでしたが、CPU を使ったエンコード。で、まあ、圧倒的に GPU を使った方が早いんで、まあ、YouTube に上げてる動画はこっちやってるんですけど、まあ、たまになんかレンダーちゃんとしたいなっていう時はこっち使ってます。なんで今回こっち使います。で、これ何でもいいんで適当になんか選んでもらって、カスタムテンプレートを押して、で、テンプレートの名前決めて、次にビデオを押してもらって、モードは CBR。これいじんなくていい。で、モードのサイズを保持するんじゃなくて、ここを、カスタム解像度で、2560、1440。これ、クワッド HD っていうのかな ?WQHD っていうんですけど、これにしてください。なんでこれにするかっていうと、YouTube に上げたときに、動画って、YouTube に、こう、YouTube で見やすいように、こう、再エンコードされるんですよ。画質が大きければ大きいほど、動画に割り当てられる、画質の量が決まってくるんですよ。なんで、なんか難しい言葉使った方が僕言いやすいんですけど、ちょっとわかりやすく言うと、例えば、HD 画質の、HD 画質の場合、その動画の綺麗さが10段階あったとしたら、じゃあお前、HD 画質だから、まあ、10段階のうち3やるわ、つって。3の画質で表示されるんですよ。
で、次にフル HD だと、フル HD か。まあ、10段階で言えば4だな、つって。で、クワッド HD、クワッド HD になってくると、WQHD か。じゃあお前10段階の画質のうち5な、つって。クワッド HD かな、その割り当てられる画質の量が一気に上がってくるんですよ。あとはその、なんていうんですかね、解像度が大きいと、その解像度が大きい用のなんかで、なんか再エンコードされるとかされないとかで、まあ、クワッド HD 以上は綺麗に描画されるんですよ。綺麗に表示されるんで、絶対ここクワッド HD にしてくださいっていう話で。で、ピクセルアスペクト比、これを正方形にしてください。フレームレート、ここが大事ですね。僕は、30fps を圧倒的に押してます。はい、なんで 30fps かっていうと、動画って今回480で撮ったじゃないですか。480で撮って、それを、これ V ってベガね。ベガを経由して、60オア30にするじゃないですか。これ何が違うかっていうと、ここで、480が60枚か30枚に圧縮されるんですよ。はい、皆さん計算しましょうね。480割る6は、67426848と。合ってる ?6、さすがにククはできる。6848で、こっち80なんですよ。逆に30は、31が3、18、サブ6、10、160枚。こっちが、60が80で、こっちが160枚、違うんですよ。これがブラーになるんですよ。こっちは80で、こっちは160じゃないですか。圧倒的にこっちの方がブラーの量が多いんですよ。なんで、30の方がブラーが綺麗に見えるんで、僕はもう断然30です。ここの動きのスムーズさは、まあ、適当でいいです。もう80とか70とかでいいです。次に、インターネット。これも、なんか、でかければでかいほどいいんで、なんか、適当に入れてください。はい。で、まあまあ、いろいろやって、ここ最高にして、カスタムテンプレート保存して、でこれでエンコードですね、これ。はい。はい、エンコードします。